こんにちは、理学療法士の方です。今日は有痛性外傾骨は悩んでる人は多いけど治せるセラピストは少ないっていう話をしようと思います。多くの人が悩んでて、それを治せるセラピストが少ないのって極めるとかなり付加価値が上がります。それを病院の中の経験、そして病院の外の経験を踏まえて今日は話していこうかなというふうに思います。突然ですけども、有痛性外傾骨の選手を治療したことありますか？かなり少ないと思います。僕は以前、スポーツに特化した整形外科に5年間働いてたんですけども、そのうち4年半の間は1人も見たことなかった。で、残りの半年で1人見出してからバババって12人いっぱい見たんですけども、実際なかなかスポーツに特化している病院に働いてても見る機会は少ないかなっていうふうに思います。で、その原因として有痛性外傾骨ってなかなか治りにくかったりしてて、接骨院にずっと通い続けてる選手が多い印象です。僕が見た選手のほとんども接骨院にずっと通って電気は出てるって言ってました。まあ接骨院が悪いってわけじゃないんですけども、電気かけて1年治らなかったら、いやそれ治んないでしょっていうふうに思いますよ。で、僕の経験上、最初その1人見たから1回でかなり調子が良くなって、そこからどんどん紹介してくれて、冗談じゃなくて毎週有痛性外傾骨の新患が1人ずつ増えていくっていうような状態でした。一番ピークの時で月曜日2人、水曜日2人、金曜日2人みたいな感じで、もう午後のスポーツの枠が全部有痛性外傾骨っていう時もありました。で、そこでお母さんとかと話を聞いてても、やっぱり接骨院に行って治らなくて悩んでるサッカー選手ってかなりチームだったりにいるみたいです。僕が紹介してもらった例で言っても、同じチームの子で、そのチームの友達とか、今所属してるチームの前、小学校の時に同じだった子の紹介っていう感じで、どんどん紹介してくれました。つまり自分たちが病院で見てないだけで、有痛性外傾骨で悩んでる選手ってめちゃくちゃ皆さんの地方にいると思います。で、次もう一個質問があって、で、有痛性外傾骨の治療って得意ですか？僕は今得意って言えます。まあ、その得意の基準は何なのかっていうところにもあると思うんですけども、見た選手一応みんな競技復帰してますし、まあ、難聴してる症例もいますけど、圧痛もほとんど取れて問題なくプレーできてる人が多いんで、まず有痛性外傾骨は、まあ、自信持って治療できるかなっていうふうに思います。でも、これ半年前の僕だったらどうだったかって言ったら、まあ、有痛性外傾骨治療したことないし、新刊で見るってなった時、先輩に相談しても、いや見たことないし分かんないっていうふうに言われました。で、結構こう新刊の時に、僕ずっと参考にしてたのは、林則夫先生の整形外科ナビゲーションに載っても有痛性外傾骨載ってないし、じゃあネットで外傾骨のことを調べても、ある論文っていうのはお医者さんが手術したことについて書いてあるものだったり、まあ、インソールの効果に書いてあるものだったり、保存療法ってほとんどなかったです。まあ、どこかの学会で発表されたものが、まあ、タオルギャザーすると若干悪くなる人もいるよね、あんまり良くないかもっていうようなぐらいでした。なので、なかなかその外傾骨の情報が取りにくいって環境もあると思います。で、有痛性外傾骨の患者さんが病院になかなか来ない、で、参考となる先輩の治療経験だったり論文とかないってなると、結構有痛性外傾骨の治療に自信があるっていう人は少ないんじゃないかなっていうふうに思います。で、有痛性外傾骨の患者さんに対して、まあ、僕は主に筋膜の目線から介入するんですけども、基本的にエクササイズもどんどん入れてやっていってます。正直野球の投球動作を見るより、有痛性外傾骨の問題点を見つける方が僕の中では簡単なんじゃないかなと思うので、もっとレベルが高いスポーツ選手を見てる先生だったらかなりよくできるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ有痛性外傾骨を見る経験がないから、それができてないだけだとは思います。で、有痛性外傾骨、僕結構、まあ、12人って言ったら少ないなって思われるかもしれないですけど、結構それぞれ真剣に向き合ってきてて、まあ、それなりの僕なりのパターンっていうのも見えてきました。で、今自粛期間でちょっと時間があるんで、有痛性外傾骨に関しての治療経験っていうのを結構まとめたノートを作りました。これは概要欄に貼っていくので、ぜひ見ておいてください。実際地元の勉強会でそれこの内容を伝えたところ、今まであまり圧痛変わらなかった外傾骨の選手の圧痛が減ってきたっていうのがあるんで、まあ、筋膜を学んだことなくてもある程度再現性があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、これができるとどうなったかって話をしていくと、今の例で言うと、有痛性外傾骨に悩んでる選手は意外にみんなの地方にたくさんいます。でも、ただ治せるセラピストが少ないんです。で、今石川で僕が結構有痛性外傾骨が治せるようになった時に、どういう変化が起きたかって言ったら、以前の病院で働いてる時は有痛性外傾骨の選手は全員僕に来るようになりました。で、僕が休んでても受付の方が有痛性外傾骨は肩に見せろっていうふうに思ってくれてて、どんどん僕のところに有痛性外傾骨の選手が入っていくようになりました。例えば選手に対してまだオペをしてほしくないっていうのも医師に言っても反論されることもなくなりました。やっぱりそこはある程度結果を出して形を見せていくと、病院の中でも医師と対等っていうわけじゃないですけど、医師と一緒に話し合って、その選手ファーストのことが
できるようになってくると思います。でまず前半パートをまとめると、割と有痛性外傾骨は治療経験がないだけで結構パターンに当てはめるわけじゃないですけど、治療すれば良くなる点っていうのはあるので、それをしっかりやっていけると、まず有痛性外傾骨が治せるセラピストに一歩近づくんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ有痛性外傾骨みたいに悩んでる人は多いのに治せる人も少ない病気、これを治せるようになるとどうなるかっていうと、まず病院の中だとかなり自由度が上がります。まあ、僕の経験上、その有痛性外傾骨の患者さんが治せるようになってから、基本的に来た新刊、有痛性外傾骨の新刊は初診から僕が見るようになりました。で、僕がたとえ休んでても受付の方は判断して有痛性外傾骨の患者さんを僕の枠に入れてってくれるようになりました。その有痛性外傾骨の患者さんが診察に入るたびに、初診以内も僕入って結構治療方針を一緒に先生とディスカッションできるようになったんですよね。まあ、前からやってるよって人もいるかもしれないですけども、その有痛性外傾骨の選手を見たことを皮切りに、他の選手でもどんどん僕のリハのサイドの意見を言っても、先生が、あ、そうか、じゃあそうしようかって一緒に相談してくれるようになりました。こうなると選手からの信頼も増えるし、先生からの信頼も増えるし、リハの中ではかなり貴重な存在になれると思います。正直僕前職をやめるときに先生にその話を伝えたら、いや、外傾骨の選手どうするのっていうふうに言われました。なかなか医師からそこまで求められるってことは少ないと思うので、やっぱり治せない病気を治せるセラピストっていうのはかなり貴重価値が高いんだなっていうふうに思います。次、病院外の話に持っていくんですけども、さっきの話でじゃあ外傾骨の選手どうするのかって先生に言われて、結局僕はそこからパーソナルで今自費で見させてもらうようになってます。もちろんその一般的な治療で治る方ならばいいんですけども、なかなか外傾骨はそうじゃないので、先生から直接紹介をもらうようになってます。でその時にレントゲン写真や、先生の所見というのを選手の許可をもとに僕に送っていただいて、そこで治療するっていうスタイルは出来上がってます。これってかなり熱い状態だと思います。まあ、将来自費で開業したいって思ってる人とかって、何でつまずくかって言ったら、治療技術よりもいかに集客するかっていうのでつまずくと思います。今例えば僕の地元で外傾骨の選手が来て、うちの前働いてたスポーツの病院に行ったとして、外傾骨の選手は基本僕のところに来ると思います。なので集客しなくても外傾骨の選手は僕はずっと見続けられるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でその有痛性外傾骨の選手って困ってる仲間をどんどんちゃんと紹介してくれるんで、もう外傾骨だけでしっかり何人かのお客さんが確保できるんじゃないかなっていうふうには思います。でこれってめちゃくちゃどの方面にとってもよくて、例えば選手にとってもちゃんと根本的に治せるんで、それはいいことだと思います。友達も治るんで、その人にとってもいいことだと。プラティスト側からしても、集客しなくても自分が得意な外傾骨の患者さんが来てくれるってなるっていうのはかなり熱い状態だと思います。でもこれが腰痛とかだと、結構いろんな人がいろんなコンセプトで治せるんで、なかなかこういう状態にならないと思います。だから悩んでる人は多いけど、意外に治せる人が少ない疾患っていうのを極めるっていうのは僕はいいんじゃないかなっていうふうには思います。例で言うと、有痛性外傾骨もそうなんですけども、整形外科の病院でなかなか治療することがない腱鞘炎だったりとか、あとは心スプリントとかアキレス腱炎、このあたりもしっかり結果が出せると障害の連鎖が生まれるんじゃないかなっていうふうには思います。いつも何を言いたいかって言ったら、病院の中であれ病院の外であれ、自分のセラピストとしての価値を上げたいと思った時には、その一個の方法として悩んでる人が多くて治せる人が少ない疾患をフォーカスして、そこの勉強と経験を積むっていうのは僕は一個方法としてありなんじゃないかなっていうふうに思います。でどうしても今この自粛期間中、勉強会とかがないんで、なかなかそのスキルが学べないって人は、さっきもちょっと説明したんですけど、外傾骨に関してはかなり動画も入れて写真も入れてまとめたノートを作りました。これ読んでもらえると、外傾骨の治療は引き出しがかなり増えるとは思います。もし興味があったら概要欄に貼ってるので、ぜひ読んでみてください。これってどうなのとかあったらコメントだったり、あとは働き方改革の LINE アットに送ってくれたら、一緒に考えたりディスカッションできたらいいかなっていうふうには思います。実際そのノートの中には、僕が現在進行形で難聴している症例のことも書いてありますので、そこに対するアドバイスなどももらえたらいいなっていうふうに思ってます。動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。このチャンネルでは今後も理学療法士などのセラピストに向けて、臨床のこと、働き方のこと、お金のことなどをどんどん発信していきます。この動画に関してこれはこうなんじゃないのって思うことがあれば、どんどんコメントに書いてください。一緒に成長して幸せな生活が送れればいいかなっていうふうに思ってます。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。